皆さんこんにちは。ミモスオーケストラパープル担当マルセリックです。本日は3月24日ということで大阪ワンマンの日です。今ですねリハを終えてこれを撮っております。なので本日は大阪ワンマンのナルスの様子をちょっと皆さんに見てもらいたいと思います。レッツゴー。はい、大阪ワンマンではナルスが研修生から正規メンバーへ昇格させていただけるライブでもあるので、こちら C 賞を着ております。見てほしいけど見えるかな。見て、とても可愛い紫の衣装をもらいました。わー嬉しい、可愛い。ほらヒラヒラもついてるし、これもねヒラヒラがついてたりとか、あとみんな結構ねデザインがちょっとずつ違うんですけど、私はこのスカートがですねいろんな生地を入れ込んだ感じになっているので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、もうちょっとでですねライブが始まるので、ぜひぜひ楽しみにしててください。ライブの前はですねいつもストレッチをしたりとか発声をしたりするんですけど、ちょっとだけその様子をお見せします。足がですね大事なんです。胸上げ結構ジャンプしたりするので、あ、ですけど、発声練習をして本番に臨んでおります。今日は新曲があるので、もうより一層緊張もしてるし、あと曲をねバーってすごいで、ね、なんていうんですか、エンドレスじゃなくてバーってやるのですごい、それも私汗かき大魔人なので、それが汗でどんだけこの感じが変わるのかっていうのをすごく心配しておりますが、まあ汗をかくほどいい女みたいなことが言うのでね、はい、ぜひ皆さんも一緒に汗をかいた様子はどんな感じなのか見ていただきたいと思います。こういう感じで裏はちょっとこういう感じになってますけど、あ、よこちゃん発見、入って、あ、いや、どっち、撮ってる、1日目、よこちゃんでーす、かわいい、はい、いや、かわいい、一緒にさ、君好きやるんだよね、うん、そう、一緒に君好き、頑張る、やばい、りくちゃんの衣装ちゃんと見せてあげて、あーほら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 、うわーうわーそう、おお紫色になったもんね。あ、あ、あれしよう、自己紹介覚えてもらう、あ、はい、自己紹介自己紹介覚えてもらう、じゃあ一緒にお願いします、お願いします、朝の拍子、せーの、まるせまるせおせおせなるせ、りくのことがもっと好きに、まるせパープル担当のリスリックです。一緒にやってください、みんなやってね、ありがとう、ありがとう、頑張ろう、ではでは、あ、では、あ、ごめんごめん、ほなまたね、ほなほなありがとう、でれんでんでれん、でれ大丈夫大丈夫、一番前ですね、時間がないの、あとどれくらい？ではもそれもわかんない。でもなんか何かに追われてます。何に追われてるんですか？新曲かな。ワンマンまであと5分です。一緒に楽しもうね。イエーイ、行ってきます。新曲聴いてください。共振共鳴、君と僕の歌。次はもっといっぱいあるので汗かきます。
まして、このワンマンで正式なじゃないや正規メンバーにならせていただきました。これからパープル担当としてもっとね姫よけの力になれるようにたくさん努力しますので、ぜひ温かく見守ってくれたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。イエーイ。成瀬りく岩崎担当が加入正規メンバーとしてなりましたので、この4人でよろしくお願いいたします。りくちゃんどうですか。オーケストラ頑張っていきたいと思います。皆さんと一緒に大きくなっていきたいと思っておりますので、ぜひ今後とも応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、私たち姫よけオーケストラでした。ありがとうございました。そして特典会終わりました。ありがとうございます。皆さんたくさんおめでとう言ってくれて本当にありがとうございます。そして楽しかったよっていう声も本当に嬉しかったです。ヒメよけオーケストラの一員として頑張っていきますし、これからもっと力になれるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。成瀬りくでした。やっほー、5月の成瀬です。もう3月がすごく懐かしく感じてます。早いね。そしてね、3月の大阪ワンマンに来てくださった方本当にありがとうございました。5月は名古屋でのワンマンもありますし、アリアちゃんが新しく姫よけに加入してくれたので、新しい姫よけをぜひ楽しんでください。イエーイ、成瀬でした。